YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、ゆうやです。はい、今日なんですけれども、今回も服のブランドを紹介していこうと思います。今回紹介するブランドはこちら、ダントンでございます。ダントンといえばナチュラル系ブランドで、ユニセックスで着用できるアイテムを展開する大人気のブランドです。そんなダントンとはどんなブランドなのか、今回も歴史や定番商品、それからコーディネートに迫っていきたいと思います。少しでも見てくれている皆さんのお役に立てれば幸いですので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速ですが、ブランドの歴史や概要からお伝えしていこうと思います。ダントンはフランスのワークウェアブランドです。1935年にガブリエル・ダントン氏がマニファクチャーテクスタイル・ドゥ・センターという会社を姉から買い受け、その会社の製品のブランド名をダントンとし、そのアイコンとしてひし形のロゴマークを商標登録したことから始まりました。マニファクチャーテクスタイル・ドゥ・センターは当初、作業用のカバーオール、料理人やガーデナーのユニフォームやエプロンなどのワークウェアを中心に製造し、パレ・ロワイヤルにほど近い場所にパリオフィスと倉庫を構え営業していました。1965年には従業員40人を抱えるワークショップまで成長します。当時はパリ市内にも町工場、運送業者、リペアショップなどが多く商売しており、それに伴いたくさんのユニフォームショップが存在していたため、パリやノルマンディを中心に販路が広がりました。パレ・ロワイヤル近くに支店兼倉庫を構え、十分な在庫を持ち、ユニフォームショップの急な要望にも対応できる体制を整えました。70年から80年代にはパリ市内メトロや行政機関へユニフォームを納入するようになり、パリ市においては長い間御用達サプライヤーでした。その他、フランスの国鉄 SNCF にもユニフォームを納入していた由緒あるワークウェアブランドです。現在はダントンブランドの所有管理をフランス・トランスホールディング社が行い、株式会社ボーイズの企画、デザイン、製造により、ユニセックスで長く愛用いただけるデイリーカジュアルウェアを提供しています。印象的なダントンのひし形ロゴは当初から変わらず現代に引き継がれています。以上がブランドの歴史と概要になります。姉が運営していた会社を買い取るところから始まったブランドなんですね。当時どういう運営だったのか興味ありますよね。設立から80年ほどの歴史があって、由緒あるブランドのダントンなんですが、トラディショナルなアイテムもあって僕はすごく好きなブランドなんですよね。そして前回の低身長メンズにおすすめのブランド紹介という動画でも言いましたけれども、ユニセックスで展開しているブランドは僕のようなチビ体験にはありがたいんですよね。そんなダントンの定番商品をこれからご紹介していきたいと思います。定番商品その1がこちらのウールモッサジャケットになります。ダントンといえばこちらのウールモッサジャケットを想像する方も多いんじゃないでしょうか。それくらいにダントンの中でも人気のアイテムだと思います。一応ジャケットを紹介しましたけれども、ウールモッサシリーズはたくさんのアイテムがあります。シングルジャケット、ノーカラージャケット、コート、ダウンベスト、ダウンジャケットといろんなアイテムがあるので、自分のスタイルに合わせて購入できるところも魅力の一つですね。もちろんウール素材で作られているアイテムですので暖かいですし、生地もしっかり肉厚で型崩れしにくいアイテムになります。価格はだいたい2万5000円から3万円前後という感じになります。他の有名ブランドのアウターと大差ないぐらいの価格帯だと思いますので、比較的買いやすい値段なんじゃないかなと思います。ナチュラルやトラッドなコーディネートが好きな方にはおすすめですので、ぜひチェックしてみてください。続きまして2つ目がこちらのフリースノーカラージャケットになります。こちらはノーカラーという襟のないタイプのフリースジャケットになります。秋口にカーディガン感覚で羽織ることもできますし、冬にインナーとして着用してアウターを上から着用することもできるという用途が幅広いアイテムになります。前面はジップタイプではなくて、ボタンで上から下まで開閉するタイプのものですので、なかなか珍しいディティールなんじゃないでしょうか。フリースで有名なユニクロやパタゴニアとはまた違った印象で着用できると思うので、これからの寒い季節に上質なフリースが着たいという思う方にはおすすめのアイテムです。定価はだいたい2万円弱という感じになります。こちらも他の有名ブランドと大差ないくらいの価格帯ですので、気になる方はぜひチェックしてみてください。最後に3つ目がこちらのプルオーバーシャツになります。ダントンといえばオーソドックスなシャツもいいんですけれども、今回はこちらのプルオーバーシャツをご紹介します。僕もこのダントンのプルオーバーシャツは最近衝動買いしちゃいました。全く買う予定はなかったんですけれども、
とあるセレクトショップで販売されていて、ディティールが死ぬほど気に入ったので悩み抜いて挙句買いました。まずプルオーバーということで、ボタンが下まで閉まらないんですけれども、これがいいんですよね。裾がふわっとなるというか、ゆとりが出るので、インナーに重ね着した T シャツが見え隠れしていいんですよね。ピチッとならずにカジュアルに着こなせて嬉しいです。僕は製法についてはあまり詳しくないのでよくわからないんですけれども、おそらく下までボタンがあるアイテムですと、こういったふわっとしたディティールでは作れないんじゃないかなと思います。さらに着丈も絶妙で、僕のようなチビ体型でも表現したい丈感が出せて、いい感じに重ね着したインナーがレイヤードできていいですね。ユニセックスで展開してくれていて良かったなと思いました。そしてサイドにポケットがついているんですけれども、そちらもカジュアルさが演出されていますので、このアイテム一つで十分おしゃれに見せることができるアイテムだと思います。定価はだいたい1万4000円くらいですね。このクオリティからするとこの値段というのは非常にリーズナブルなように感じます。興味のある方はぜひチェックしてみてください。今紹介した3つのアイテムはそれぞれ色の展開も様々あるので、自分の気に入った色や柄、そしてサイズで購入できるというのが非常に魅力的なブランドだなと思います。その他にも様々なアイテムを発売していますので、そちらも気になる方はぜひチェックしてみてください。動画下の概要欄にダントンのオンラインストアのリンクを貼っておきます。それでは続いてダントンのアイテムを使ったコーディネートの例を紹介していきたいと思います。まず最初のコーディネートとしては、こういった感じがおしゃれだなと感じました。いやー、イケメンって感じですよね。せめて身長だけでも僕にください。こちらはウールモッサージャケットを使ったコーディネートですね。インナーに白のカットソーですかね、その上にセーターで合わせていると思います。どれもクラシカルなアイテムですので、統一感があっていいですよね。アウターとボトムが暗い色ですので重くなりがちなんですけれども、それをカーキっぽい色のセーターとチラ見えする白のインナーやソックスでうまく打ち消しているという印象ですね。これからの季節にはぴったりなコーディネートじゃないかなと思いますので、こういったコーディネートが好きな方はぜひ試してみてください。続きまして、こういった感じのコーディネートもおしゃれだなと感じました。こちらはフリースノーカラージャケットを使ったコーディネートですね。ちょっと全体が見えてなくて申し訳ないんですけれども、個人的にはこういった着方はかなり好みなんですよね。パーカーを着ることがよくあるんですけれども、冬はそのパーカーの上にアウターを羽織ってコーディネートすることが多いので、こういったスタイルはすごく好みです。そしてノーカラーなので襟がないので、パーカーとすごくマッチしているように感じます。この写真では中にパープルっぽいようなピンクっぽいような色のパーカーを合わせていますけれども、そういった色使いでも変に見えないのがこのフリースの色のいいところですよね。派手さを打ち消していて、いい感じにカジュアルに見えておしゃれだなと思います。ボトムも定番のデニムパンツでかなり雰囲気が出ていると思います。こちらはアイテム自体はどれもベーシックなアイテムですので、コーディネートしやすいんじゃないかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。最後はユニセックスのブランドということで、女性の方のコーディネートも紹介してみようと思います。僕がおしゃれだなと思ったコーディネートがこんな感じです。こちらはインナーダウンジャケットを使ったコーディネートですね。こちらのインナーダウンジャケットというアイテムもダントンの中では定番の人気アイテムなんですけれども、そちらをうまく使って秋っぽさを演出しているなと思います。色味もカーキやベージュ、それからブラウンっぽい色使いですし、インナーダウンジャケットのボタンを閉めずにアウターとして羽織で使っているところもおしゃれですよね。こちらのアイテムも幅広く着こなせるアイテムですのでおすすめです。僕のチャンネルはほとんどの視聴者が男性ですので参考にはならないと思いますが、箸休め的なコーナーということでご了承ください。ちなみに女性との最初のデートでこんな人が現れたら2秒で惚れます。人間中身で勝負とかなんとか言いますが、外見は大事。もし女性の方が見てましたらぜひ参考にしてみてください。きっと男を消すると思います。ではこれからダントンというブランドについて思うことをお話ししていこうと思います。最初の概要のところでも触れましたけれども、ワークウェアブランドというだけあって、僕が最初にダントンを知って思い描いたイメージというのは、結構武骨な男性がワークジャケットを着るような、どちらかというとガチのアメカジのようなイメージを持ってました。なんでかわからないんですけれども、多分アイテムがベーシックなものが多いんで、生地が肉厚のアウターとかを見てそう思ったんでしょうかね。もう何年も前の話なので定かではない記憶なんですけれども、でも調べてみたり、たまたま寄ったお店で売られている商品を見てみたりすると、全然イメージと違ってたなって思った印象があります。レディースもあるって知ってびっくりしたんですよね。
そもそもフランス発祥のブランドなので、アメカジというジャンルではないですし、どこでそういう解釈になったのかわからないんですけれども、とにかく武骨な男性像でしたね。そして一回触ったり着たりするとまたこれが虜になるんですよね。ウールモッサとかは僕は持ってないんですけれども、触ったり試着したりしたことはあるんですけれども、もう一瞬で上質さが伝わってきて、いつかは手に入れたいなと何年も前から思ってます。やっぱり奇抜なファッションとか流行りのファッションっていうのもたまにはいいんですけれども、結局行き着くところはベーシックなアイテムだと思うんですよね。セントジェームスとかバブアーとかもそうなんですけれども、割と年齢層が高いブランドっていうのは、それだけファッション好きな人たちがいろんな服を着てきた結果、年を重ねてたどり着いた服だと思うんですよ。ダントンもまさにそういうブランドだと思いますし、ベーシックで上質なアイテムを展開するダントンは、僕も年を取るごとにどんどん好きになっていくんだろうなと思います。まだ1着も買ったことがないという方は本当におすすめなので、ぜひ買って着てみてください。そしてその感想をコメントで教えていただければと思いますので、またぜひこの僕の動画にたどり着いてください。お待ちしております。というわけで今回はベーシックで上質なアイテムを展開するブランド、ダントンというブランドをご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。このように当チャンネルでは様々なファッションブランドの歴史や定番商品、コーディネートなどを紹介しています。これからおしゃれになりたい方やブランドについて詳しくなりたい方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。高評価やコメントも励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。 Yeah.